グリーンの傾斜の読み方についてお話しします。まずグリーンにボールが乗ったら、グリーンに上がる前に低い姿勢でグリーン全体を見渡しましょう。次にボールの後方線上に行き、後方から傾斜を見ます。反対側からも傾斜を見ていきます。ボールの速度が遅くなってきたら傾斜の影響を多く受けるので、カップ周りの傾斜はよく見ておきましょう。サイドからも上り下りの傾斜を見ます。最後に後方からもう一度確認をしたら、決めたラインを信じてパッティングしましょう。